はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大橋ピアノが入ってきました。132型、ほとんどがそうですけどね、比較的新しい5900番台ですね、のものです。結構ね、あの古い大橋っていうのはダークウォルナットで、外装が結構色がもうほとんど黒にくすんでるようなもの、日本ペダルのものは多いんですけど、今回は3本ペダルの比較的新しいものですから、めちゃくちゃ状態がいいですね。見てください、綺麗ですね、この木目の感じ。これは綺麗ですよね、大橋ですよ。はい、大橋って誰の名前みたいにね、あの初めて聞く方いらっしゃるかもしれないけど、ヤマハの基礎を作った方でですね、ディアパソンというメーカーも作りました。ただ、いい材料を使いすぎて倒産をさせてしまいまして、まあ河合楽器が救済をして、まああのね、九州合併してですね、河合の工場で今はディアパソン作ってますけど、その後自分の名前を付けた、もうこだわり抜いたピアノメーカーを作ったわけですね。職人が5、6人ぐらいでですね、トンカチ、カンナのみでコンコンと作ってた、そういう、まあ、メーカーというかピアノ工房ですね。まあ本当5000何百台、5000、5かな、6000何倍だったか、ちょっと今ど忘れちゃいました。そんなに数作ってないので、希少です。本当に中古で出回ることがほとんどなくてですね、まあ、うちは全国からかき集めてるのでよく入ってくるんですけど、多分日本一たくさんの大橋を扱ってる会社かと思います、うちはね。はい、こういう状態です。製造番号はね、大橋の場合ここに書いています。最初の頃は刻印だったんですけど、一時期こういうシールに変わりましてですね、めちゃくちゃ簡単です。5975というね、もう6000番台以降もね、本当平成のピアノなので、平成7年まで作ってたのかな、余った材料でですね、もう最後の最後まで作ってたという、で自主廃業したというね、メーカーですね。もう知る人ぞ知る、この幻のピアノといいます。今回のこの橋はね、音めちゃくちゃいいです。もう艶やかなね、鳴り、低音の太さ、もう言うことありません。もう本当一生の宝物になると思いますよ、この足ね。もう早い者勝ちです。ご希望の方はね、ぜひ聞きに来てみてくださいね。まず低音からいきます。この重低音、中音部ね、ようなります。そして高音部、乗りますね。素晴らしい、もう高音のこの本当に伸びる音と中音の包み込むような、そんでもってパワーありますね。しっかりパワーがある。低音側、ですね、なかなかね、この5000番台、6000番台の大橋っていうのはなかなか入ってこないので、持ってる人がなかなか手放さないと思いますね。なので今回はちょっとチャンスだと思いますよ。本当に久しぶりに入ってきましたね。はい、6本支柱のこの鏡板もまたいいの使ってますね。はい、もうご希望の方ぜひお知らせくださいね。大橋ピアノのご紹介でした。それではさよなら。